やめチャンネル TV 始まるよ。ブラックタイガー、ガンガン行け。バトルロイヤル60分一本勝負を行います。170センチ95キロライガー、中心サンダーライガー、185センチ110キロ頑張れ、マスクドパンサー、176センチ98キロブラックタイガー、173センチ96キロ頑張れ、マスクドパンサー、レフリーレッドシューズ運動、ガンガン行け。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。フライングメイヤー、ローリングしてのキック組み合います。逆に投げてまいります。行くのか、ロックアップボディースラム、逆に振り返した、組みに行きます。ドロップキックであります。ボディースラムで投げてまいります。おっと、逆に捉えた、バックを取ります。投げてまいります。カバーに入ります。腕をフックします。跳ね上げてまいります。打たせません。ロックアップ組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。逆水平、腕を捉えます。行くのか、アームロックの体勢、あっとキャッチした、そのまま倒してまいります。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。させません。ボディースラムです。ストッピングを叩き込んでまいります。荒っぽいファイトを展開してまいります。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。ツームストーンで落としていきます。組み合います。あっと返します。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。バックに回ります。エルボーを入れていきます。行くのか、ローキック、ロープに振って抱えます。倒してまいります。あっとリバースで返してまいります。あっとエルボー掴みます。エルボーを落としてまいります。膝へのキックです。抱えます。振りほどきます。組みに行きます。コーナーに振って蹴ってまいります。腕を取ります。逆に切り返します。肩が上がります。掴んだ。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。掴んだ。タックルでぶちかまします。腕をニードロップ、ブレンバスターから前に落とします。ロックアップ起こす。フライングメイヤーで倒します。切り返します。ハンマーを打ち込んでいきます。バックドロップで叩きつけます。この辺りのグランド殺法なんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースになっていけますからね。あ、そうですか。テイクダウンを奪います。足を狙ってまいります。耐えます。腕をフックします。フロントキック、バッと返した。今物に入りましたよ。ブロッキー状態か、一瞬になるか、トップロープを狙う、カウント2、返しました。頭を掴んで厳しい攻めを見せる。ブレンバスター行くのか、強烈サンセットフリップ、足を殺していった、蹴っていった、腕をフックした、あと耐えた。これは受け身取れないですよ。デインジャレス直下式、サイドを取った。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。トップロープを奪う、引き起こす、ダイビングバディプラス、カウ
ない。抱えた。外した。キック、ものすごい。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。リバースで返した。引っこ抜きか。投げ捨て式のパワーボム。起こした。蹴り上げていく。小手こすりて打たせない。きちんシンク。フィギュアフォーレッグロック。足を抜きた。腕を回した。バック顔面。抱き起こす。組み合った。あっとドロップキック。対角線に飛ばした。ブランチャー。腕をフックした。ブレンバスターで切り、なだれ式のフランケンシュタイナー。あっと逆に切り返した。起こした。浴びせ蹴り。正面から投げていった。引き起こす。なだれ式のフィッシャーマンズバスター。うっと返していった。強烈なキック。リングに戻ります。あっとエボー。あっとうまく切り返した。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。いける。ローリングスマット。ドロップキック。コーナーに振った。チョップ強烈。ガチッと組み合った。あっと切り返した。リングに戻ります。ローキック。ガードした。メキシコ式の締めを決めていった。ソバット。どうか。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。ペトトコ勝負ですよ。あっとバックに回った。丸めていく。返してまいります。ガチッと組み合った。ズームストンで落としていった。さあ決まるか。あっとそのまま後ろに投げていった。すごい音がした。エルボーの連打。ブロックした。気合を入れた。エルボーを入れていく。場外に降りる。バックに回った。エルボーで切り返す。バックを取って、おっと丸めていった。リングに戻ります。リングに戻ります。リングに戻ります。ストンピングを叩き込む。組み合った。ボディスラムで叩きつけた。抱き起こす。一気に料理するのか。抱えた。あと逆に返した。さあがっちり入ったぞ。これ決まってますね。首根っこを掴んだ。ものすごいヘッドバット。起こした。掴んだ。キックの速射砲がうなる。立たせていく。タイガー行くのか。エルボーで返す。小脇に抱えた。エルボーで返す。膝へのドロップキック。打ち込んでいく。引き起こす。バックを取って、あっと腕を取った。エルボー強烈。ボディスラムで投げつける。2位を落としていく。引き起こす。ドロップキック強烈。これで決まったか。3つは入りません。腕をフックした。膝頭を入れていく。いけるか。ズームストッパーエルクライマー。
さあ首をかっ切った、焦点決まった、立たせていく、突き上げる焦点、抱き起こす、フィニッシュに行くのか、起こした、腰に手を回した、おっと強引に引っ込んだ、ジャーマン、どうか、張り手組み合った、あっとフランケンシュタイナーだ、カウント 2.89、 重低音バズーカ、ハンマーパンチ強烈、腕を回した、あっと逆に投げていった、バックに回ってスリーパー、キック、ブレンバスター行くのか、直下式ブレンバスター、先頭を砕けつった、肉体を躍動させる、いけるか、逆に返した、首をかっ切るのか、これで決まったか、オールを返します、ガチッと組み合った、あと逆に返した、フィニッシュになるか、カウント2で返します、抱えた、させません、浴びせ蹴り強烈、腕をフックした、フロントから投げていった、さあ決まるか、カウント 2.5、 組み合った、場外に落とした、リングに戻ります、抱えた、あと逆に投げていった、頭を掴んで膝にピンポイント集中砲火、サンセットフリップ、いけるか、正面から投げを見舞った、うまく切り返した、バックに回った、エルボーで切り返す、コーナーに登ってハンマーを落としていく、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、ガチッと組み合った、あっと逆にパワーボン、フィニッシュになるか、トゥーカウント、組み合った、あっと返した、打ち込んでいく、決めに行くのか、25分経過、いけるか、コーナーに振って、さあ首をかっ切った、なだれ式の垂直落下ブレンバスター、腕をフックした、読んでいます、まさに読み切り小説、カウント 2.5、 まだまだです、ガチッと組み合った、フランケンシュタイナーが見たいなと思ってました、2カウント、まだ足りません、巻き投げで切り返した、抱き起こす、バックに回った、そのまま腕を決めていった、いけるか、コーナーに振って、
ダル式の垂直落下ブレンバスター。起こした、ブレンバスターで切り返した。首根っこを掴んだ、すごい音が、ヘッドバット。立たせていく、エルボー速射砲、腰に手を回した、あっと固めていった、真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても素敵さ。真っ赤なほっぺの君は僕の憧れ、ロマンティックな笑顔がとても眩しい。山チャンネルでも見よう、僕と二人で、今も昔も君は永遠の天使さ。3年登録よろしくお願いします。